佐藤和夫動画チャンネルです。今日の下野新聞に真岡青年会議所が行った先日のガンバペ祭りの駅金が長野町に寄付されたというような内容が載っていました。私も15年間この真岡青年会議所でお世話になった団体でありますが、本当に若者らしい素晴らしい活動をたくさんしているわけでありますが、このようなこともなかなかできそうでできないようなことでありますが、本当に佐藤理事長を中心に素晴らしいことだと思いますね。